パリ,ゴリン女子レスリング50キロ級の当日計量で体重超過する失態を犯して決勝を戦うことを認められなかったビネシュ・ビネシュ29インドがスポーツ仲裁裁判所 CAS に銀メダルを授与される権利を主張して提訴していたが13日に出る予定の氷決が16日に延期になった NDTV スポーツやインディアトゥデーなど複数のインドメディアが報じた 氷結のの延延期期はこれが2度目の延期ビネシュは1回戦で東京五輪金メダリストの須崎優衣25キッズを破る大金星を挙げて決勝進出を果たしたが2日目に100グラムを落とせず失格自身の X で電撃引退を発表していた衝撃映像パリ五輪の男子棒高跳びで起きたとんでもハプニングが SNS で世界中に拡散 ヴィネシュやインドのスポーツ界にとってのパリ五輪はまだ終わっていない銀メダルの権利を要求して CAS に提訴した訴訟の評決が予定されていた13日から16日に延期となった NDTV スポーツによるとインドオリンピック委員会が記者会見を開き CAS も声明を出して延期を発表したという五輪期間中には CAS は訴訟に備えパリ市内にアドホック 臨時出張書、おもうけ、24時間以内に臨席。